今回はね、何をやっていこうかなと言いますと、先日ですね、僕、はい、小学生の、うん、算数の問題を、うん、なんかこうピラーっとたまたま見る機会があって、うん、あれと、うんうん、これ、わからんなって思ったよ。わからん高学年、うん、高学年の問題絶対わからん、全然覚えてないの、うん、うわ、俺、小学生からやり直しやなって俺だけ思うの、すっげえ嫌だなと思って道連れ作りたいなと思いましてなめんなよというわけで、小学校の算数の問題用紙を用意しました。はい、小学校1年生から1枚プリントアウトします。1年生の算数の問題をピックアップしたやつをこう1枚ずつアウトします。全部正解したらクリア、卒業ね。1年生卒業、したら2年生いきます、うんうん、っていう感じでダブル。小学校 6年生まで全部100点満点だったら、え、100点、まあ、全問正解し続けたらもうその人はもう俺らの中で天才と呼びます。え、でも1問でも間違えたらダメだ。1問でも、ま、間違えたらもう卒業できない、卒業できない、もうそこで終わりです。はい先生、はい、俺クク7の段もう怪しいです。じゃあ1年生は解けるってことでいいね。1年生も自信ないです。はい、じゃあやってみましょう。貧困観光、はい、はい、問題を配ります。はい、小学校1年生の算数です。さあ、問題の内容はこんな感じです。はい、というわけでね、まあ、大体5分間以内ぐらいに全4問なんで、はい、解いてもらいましょうという感じでございます。早速、はい、どうぞ。先に言っとくよ、名前ちゃんと書かないと0点だからね。はい、はい、もうまだ俺らは小学生1年生だからひらがなやな。そう見んなよ。見てねえよ見んなよ。見てねえよ。この2人はマジでカンニングで生きてきたみたいなそれは避けなきゃいけないの忘れてたわ。これでちゃんとね、そうそう、いいね。うわこれで遮らないとね、この2人はもう緊張するわ、なんか遮るものが好きやらばすぐカンニングするからね、ほんとにできました。はい、得意できてます。オッケーじゃあまず、はい、先生にプリントを返してください。はい、うわ緊張すんな先生。はいはい、グリグ君字が綺麗です。僕字汚いです。お前見た目によらんなさあ第1問、はい、青い鳥が4羽います、赤い鳥が3羽います、鳥は全部で何羽いますか。答えは7羽です。正解、イエーイ、うん、っていう感じでね、ちょっとさーっと見ていくと、第2問も正解、ありがとうございます。第3問も正解、ありがとうございます。第4問は猫が2匹多い、正解。大丈夫、アナマルお父さんお母さんに見せてください。はい、はい、ここ100点って書いてください。はい、書いてください。おお、これもう11月9日の特賞であげるんで、誰かにあげないです100点満点おめでとうございます。さあ続きまして、小学校2年生に上がります。引き算が出るね。はい、じゃあ解いてください。漢字使ってきやがる。ああ、漢字が入った。10の位が入ってきたわけね。簡単な問題ほど勘ぐるというか、うん、引っ掛けてんじゃねえかっていやこれ間違えたのマジ恥ずかしい。というわけでね、まあ、結構簡単な問題があるんですが、気をつけなきゃいけないのはイージーミス。あ、ちょっと厳しくなってきた。いや、わかるよ、わかるわかるわかる。あ、厳しくなってきた。3問目がちょっと厳しいな。合ってます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 、できました先生。はーい、小池早くしろよ。もう見んじゃねえよ先生、福重くんが、もう福重見んじゃねえぞ。すいません、もう終わったんです。もうペン置きました。いや僕ほんとダメなんですよね。ほらもう17秒しかないですよ、うん、終わるぞ小池。え、マジか、やばい、マジで。あやばい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 、え、全部解けた。いやもう、いやなんか分かんなくなって、もう引け一応まあ書きましたけど、あ、やべ。ですよね。まあまあまあ、ちょっと待って。1問目、
リーナさんは15円のガムと24円のアメを買いました。代金はいくらになりましたか。あと15たす24で39。はい、まあ、これ正解だよね。うん、2問目も OK です。ありゃりゃ、まあ3問目も OK です。あれこれっす。4問目4問目、ヒロシさんはどんぐりを45個、お姉さんは59個拾いました、どちらが何個多いでしょうか。2人の回答が違う。ちょっと変わりました、2人の回答。式は合ってますよ。 59-46、 2人とも合ってます。はい、りょうちゃんはお姉さんが13個多い。はい、小池は、姉が12個多い。正解はお姉さんが13個多い。あー、よかった。小池は2年生、やり直しだ。今電卓あるって電卓あったら何でも大丈夫なんだよ。やったー、あれー、あー、母ちゃんに怒られる。いいね、母ちゃんに怒られる。ちょっと待って、ここで間違うのはちょっと俺も想定外です。おだから言ってやん、1年も怪しいちょっと1年で俺ちょっと手に汗かいてるんだから一応2年生のままだけど、はい、まあ、ちょっと1回3年生もやってみよう。いや無理やって、1回ちょっとやってみよう。いややってみよう。無理やって。3年生は、回答用紙今回、3枚やります。いやいや無理やって。あ、もう無理や、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 リットルは無理やって。はい、じゃあスタートしてください。お願いします。分数無理やって。なんでその何分の何リットルみたいな言い方するの。ほんとよ、何 cc でええやん。ええやんな。はぁ、あ、わかんない。はぁ、マジむずいけど。マジでわからん。ふざけんな。低学年は卒業してほしいです。白浜、え、全然わからん。普通にちょっと問題考えるんだよ。牛乳が紙パックに10分の5リットルが入ってるよ。10分の5リットルね。で、計量カップに10分の2リットルが入ってるよ。合わせて 700g、 700cc、700cc、 1000cc とするならば 700cc 入ってるよ。 700cc 入ってる。それが答えなんだよね。あ、じゃあ、だけどじゃない。だけど、10分の5って書き方をしてるってことは。なるほど。え、どういう風に書くの。うわ、マジで全然わからんな。これじゃない答え。生きることはできるんです。大丈夫。え、違うかな。え、違うかな。いや、もう自分を信じよう。いや、もう一回確認しよう。時間ギリギリまでね、ちゃんとね。はい、終了。やべえ。はい、終了です。ペンを置いてください。さあ、問題いきます。飴が15個あります。5人に、あ、同じ数ずつ配ると、1人分は何個になりますかと、15÷5 して3、正解でございます。ありがとうございます。さあ、というわけでね、1問目正解、2問目も、まあ、正解ですね。5人となっております。さあ、3問目から答えが白紙だし、はい、名前も書いておらん。あら、まあ、お目に見よう。あ、ちょっとこれ小池はもうこれ3、4、5とこれ罰が続きますな。もう読んでもないね。読んでもないね。りょうちゃん、はい、福重、はい、3問目正解。あー、なんで。4問目正解。オーケー。え、りょうすごい。やっぱ学歴いっちゃいいだけあるね。正解。いや、1枚目は終わったと。2枚目がこちらになるね。1問目答えが3820円。正解。よしよし、地上であるじゃん。270円、こちらも正解。よし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 。3問目、4問目は、小池無理と書いておりますヒロシさんたちは学校で空き缶を集めています。今までにアルミ缶を3478個、スチール缶を945個集めました。アルミ缶とスチール缶を合わせると何個ですか。あ、ちょっと待ってください。3問目福重正解だ。4問目も3680ml、正解だ。さあ、最後の答案用紙、はい、1問目、はい、10分の7リットル、はい、正解です。よし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 。2問目、
8分の5メートル。正解だ。オーケーオーケーオーケー。3問目、7分の6デシリットル。正解だ。次も9分の8メートル。正解だ。ありがとうございます。ラスト、5分の5リットル。はい。正解だ。よっしゃーすごい俺、約分とか何年聞いてないだろうか。やった福祉卒業ありがとうございます。ありがとうございます。小池は小児からやっぱりやり直したな。小池は俺のことを一生バカって言うのよ。言うよ言うよ。俺が言うのは人としての。よし、ちょっとここまで検討してるのがちょっと意外だな。いやまさかの。こっからはもう小池は俺もういいよ。小池はもういいや。俺もうなんかもういいや。疲れちゃう。疲れちゃったな。うん。いやもう福重もいいです。福重まだまだ続こう。いやもういいです。